ブリスポゼは、フランスの作曲家。ブリスポゼは、ブザンソン生まれ、幼少時から音楽教育を受け、5歳でピアノを、8歳でバイオリンを学び始めた。1975年から1984年まで、ブザンソン地方音楽院で、ピアノ、バイオリン、チェンバロ、室内楽、教育学、火星、大平など、本格的に音楽を学んだ。ついで、 ブローニュイコールビアンクール地方音楽院に移り、作曲と電子音楽をミシェル・ズバーの下で学び、ピアノをジェラール・フレミーやクロード・エル・フェラに学んだ。同じ頃に音楽と並行してパリ第一大学やルーベン・カトリック大学で哲学を学び、1986年に博士号を得た。1988年にパリ国立高等音楽。 舞踊学校に入学を認められ、作曲と還元楽法をミシェル・フィリッポとジェラール・グリゼーの下で学ぶ。1988年から1991年の間は、シエーナにも赴き、フランコドナ・トーニにも支持した。1994年には、マルセル・ブルース・ブランシェ職業財団の奨学資金を受けた。1994年から1996年まで、 アイルシメートルで研究に従事した。チェンバロは、グスタフ・レオンハルトから、個人教授を受けた。さらに、アラン・バンキャール、アンリ・デュティ・ユー、ブライアン・ファーニホー、ミカエル・ジャレルにも指示した。2008年に、フライブルク音楽大学の教授となり、各地で講義や講演を行うとともに、ピアニスト、チェンバロ奏者として、演奏活動もしている。2010年から2015年まで、 ディジョンのディジョン歌劇場のコンポーザーインレジデンスである。ポゼは様々なジャンルの作品を合わせて80曲以上作曲している。ありがとうございます。